吉永です。はい、今日は何ですか。今日は初めての漫画、鋼の錬金術師、うん、おー懐かしい。こっからですね、今日は国家錬金術師まとめを、うん、なるほど、やりたいと思います。そこへ行くのね。はい、はい、まああの鋼の錬金術師読んでましたか。うん、読んでた。これ面白いですよね。ジャンプではなく、うん、まあガンガンですかね、確かね、の漫画で、うんうんうん、そっち系でね、ちょっと前まで、うん、もう結構前に終わっちゃってるのかな。ちょっとあのブラックダークファンタジーみたいなので結構有名な漫画ですけれども、はい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 、この中の今日は国家錬金術師というものをちょっとまとめていきたいと思います。はい、うん、鋼の舞台はアメストリスっていう国家なんですけど、そこの政府直属の錬金術師として資格を持った人たちを国家錬金術師っていう、はい、でまあ国家に軍の犬ね、軍の犬、そう軍の犬、国家に服従して研究を進める人たちで、うん、まあ資格の証として銀の懐中時計、はい、銀時計がもらえると。でさらに国家錬金術師は自分自身のことをホニャララの錬金術師と名乗ることができるっていう、そういうものもあるんですね。はいはいはい、でちなみにこの銀時計は軍の口座から研究費を引き出すキャッシュカードとしても使えそうです。非常にいい時計ですね。だからいい時計、まあ、まあまあいい時計だね。でもね、行かなきゃいけないからね、戦争とかもね。そうですそうです。でまあ国家錬金術師の三大原則、人を作るべからず、金を作るべからず、軍に忠誠を誓うべしっていう、この3つはもう絶対犯してはいけない禁忌って感じですね。上2つはですがってことですね。まあ江戸はこの国家錬金術師になる前にまあちょっと人を作ろうとしちゃって、腕とあるの体がなくなっちゃってるみたいな、そういうことなんですけど、ではでは国家錬金術師どんな人たちがいるのか紹介していきます。まず1人目、鋼の錬金術師エドワード・エルリック。まあこの鋼の主人公のエドですね、うん、もう実はあの国家錬金術師で12歳で史上最年少の国家錬金術師に合格、鋼の錬金術師の称号を得た天才ですね。で目的のためにあのストーリーとしてはその賢者の石を探していて、弟のアルフォンスと共にまあ旅していますよっていう、うん、でなんで鋼っていう名前がついているかっていうと、このエドの右腕左足がオートメール、義手義足なんだけど神経つながってるから動かせるんだよね。そうですそうです。ちょっとあの義足とかとちょっと違うみたいな、しかも戦えるんだよね。戦える、鉄っぽいからさ、はい、あのだからなんで機械っぽいからね。そうですね、っていうのがあって、まあ、鋼の錬金ですし、まあ、戦闘能力としては意外とそのルフィみたいにゴムゴムのナンターがあるような感じではなく、まあなんか地面から槍出したり剣出したり連成してね、両手合わせるとね、そう両手合わせて連成陣を書かなくて作れるんだよね。あ、よくご存知で。そうエドはその真理の扉っていうのをそのお母さんを作ろうとした時に真理の扉一回見てるから、連成陣を書かずに錬金術を発動することができる。だからこれは結構すごいんですよね、手合わせるだけで連成できちゃうから。そうそうそう、そうこうやってね、はい、バーンってジャーンってやるだけ出るよねなんかいろいろとだからまあこれを使ってまあ武器を出したり、なんか相手をねその錬成とは逆で破壊したり、なんかそういう能力で戦う人っていう感じですね。だから主人公だけど、まあこの話なんかめちゃくちゃすごい戦闘シーンがあるわけでもないですから、実はね鋼って。そうだね、うん、だからなんか頭の良さを使ったりして戦っていくイメージですかね、うん、そうね、うん、いろいろ謎を解いていくというか、なんかそういう感じだよね。そうですね、そっちがメインでもあるっていう、そうそう、真実に近づいていくみたいなね、うん、っていうのがまあエドですね。で次炎の錬金術師、はいはい、これ好きですね、ロイ・マスタングさん。この人はまあエドの上司みたいな感じで、まあ大佐ですね、うん、でもともとは東方の司令部だったんですけど、後々まあ中央司令部に行くことになるっていう。でまあ見た目的にはまあ爽やかな感じ、キスマイの玉森くんみたいな雰囲気ですかね、ちょっとなるほど、確かに、まあ、ちょっと年齢高いというと高橋一生さんみたいな雰囲気のはいはいはい、なんかまあ分かるですよ、うん、分かるわっていう雰囲気の人で、うん、まあ能力としましては炎っていうのがついてますんで、火を自在に操ることができる錬金術師、うん、まあ、あの対象物なんか原理としてはこう燃焼の3要素、燃焼物、酸素、点火源ってやつがあるらしいんですけど、まあ対象を燃焼物として、で錬金術でこう酸素の濃度を調整する。でこの人あの錬成陣が書かれた布みたいなのをずっと手につけてるんで、これをチッてこう指ならしみたいにチッてやると、こうやってね、
火花が起きて点火するっていうね、うん、爆発でね、ドカーンとね。あれ強いよね、よく考えたら。あれ強いですよ。あれ結構強いよね、うん、パチンってボカーンってなるじゃん、大爆発送りじゃん、はい、なんかあれ、まあ、火なんだけどさあれ結構チート 系だよね確かにあの中では錬金術師としては結構攻撃に特化してる感じがありますよね。攻撃に、ね、特化してる感じがあってね、うんうん、でこの人はもともと石バールの殲滅戦みたいな、うんうんうん、あの何巻かで一巻丸々振り返る石バールの巻があるんですけど、そこで、まあ、あの英雄と称されるんですけど、まあ、あの民衆もちょっとねこう虐殺しなきゃいけなかったりとかで、なんかこのいろいろ悩み葛藤するわけです。軍の人間なのにそんなことしていいのかっていう。なんで国のそのルールを変えるってことで、自らこの大総統を目指してるわけですね。はいはい、うん、いい人だよね。いい人でも後々大総統もやばいってことに気づいて、全て真っ黒だみたいな、なんか絶望するシーンもあったりまあこの人はとにかく正義にあふれてていい人ですね。めちゃくちゃ人気のキャラです。で次、これも覚えてると思うんですけど、ショータッカー、うん、テイメイの錬金術師。このテイメイっていうのは俗語っぽいんですけど、まあ、命をつなげる的なことなのかなって言ってますね、うんうんうん、覚えてます、ショータッカー。 どんな人だっけ。もう2巻で出てくる勘のいいガキは嫌いだよみたいな、娘でキメラ作っちゃう人です。あー、はいはい、あいつも国家錬金術師だったんだ、あの悪いやつね。そうです、そうです。あのどっちかっていうとその戦闘よりは研究側の人だっけ。あ、そうですね、うんうんうん、だ要はもうあの国家錬金術師っていうのはその戦闘で頑張る人と、もう研究でも頑張る人がいるんで、うん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 、でこの人は人の言葉を理解するキメラっていうものを作って国家資格を取得したんです。ですがその人の言葉を理解するキメラっていうのには奥さんを使ってたわけですねやばいやつだよね、だからね。そうそうそう。で結局はこのなんですけど、国家錬金術師でいるためには研究の成果っていうものもずっとなきゃいけないわけですよ。う、ね、うんうん、うん、だからまあその追い詰められたりして、次は娘と犬を合成させてキメラ作っちゃったみたいなことですね。悪いやつだね。悪いやつです。それはまあ良くないことなんで、人をそういう扱い方しちゃうのはやっぱ良くないことなんで、うんうんうん、資格を後々は剥がされてしまって、で結局まああのスカーに殺されたのか、スカーに寄って最終的に殺されてしまうと、はいはいはい、っていう、まあ悪いやつもいるっていう感じですけど、一番なんか人間らしいというかね、ちょっと人ですかね、その研究とかに悩まされてみたいな。で次が剛腕の錬金術師、アレックス・ルイ・アームストロングゴツゴツおじさんねゴツゴツおじさんで、ちょっとした髪の毛とヒゲが金色の人へと、うん、でこの人はまあ少佐ですね、アームストロング少佐、うん、でまあお姉ちゃんだっけな、あの人、そう、なんかいたね、お姉ちゃんがあれだ、オリビエ・ミラ・アームストロング。なんかこの北にねお姉ちゃんがいたりして、アームストロング一家なんて言われてますけれども、この人はまあとにかくパワフルな、まあ、体術的な、うん、まあ、ハンターでいう防御みたいな戦い方する人ですかね防御よく出てくるなうん、でまあ両手にあのガントレット持ってたりして、そこで錬成して、なんかその石とか、うん、いろいろやる、なんかそう壁とかをなんか錬成して飛ばしたりして、でまあもう結構体術バリバリの格闘タイプの錬金術師って感じですね、うんうん、この人たちはなんかちゃんと成果は出してるってことですよね、ずっといるためにはね。まあだからこの人たちはちょっと戦というか戦争か側だからあれなんじゃない、別に成果とかないし、強けりゃいいんじゃないところはない。なんかエドはね一回レポートみたいなのを出して写真あったんですけど、うん、簡単に書いてたんで、だそう思うとさっきのショータッカーさんはいかに真面目なのかっていうとこもあるかもしれないですね追い詰められやすい。真面目かどうかは分かんないけどでそこまでのだから、もしかしたら才能がなかったのかもしれないじゃん。まあ確かに、ね、国家錬金術師としてはね、うん、学者として生きていくにはそういう世界必要みたいなことですね。そうそうそう。では次、グレンの錬金術師、ゾルフジェイ・キンブリー。このキンブリーさん覚えてますか。キンブリーさんって爆発の人だっけ。あ、そうです、そうです。あの、爆弾鏡のキンブリー名みたいに出てくる、うん、爆発が大好きな爆弾鏡、あれですね、もうサイコパスみたいな性格でして、うん、見た目は、マスタングめっちゃ髪長くしてちょっとシャープにした感じで目つきちょっと上げた感じですかね、まあまあまあ、まあ、いい
言いたいことは分かる。で初登場は4巻で刑務所での姿が出てきてたんですけど、ね、でまだこの時は顔が出てなくて、爆弾鏡のキンブリーめみたいなセリフがなんかあって、うん、当分出てこなかったんですよそっから。で10巻後ぐらいに出てきてって感じですね、うん、で錬金術としては左右の手に月と太陽のマークの錬成陣を刻んでいて、うん、その2つを合わせて物質に触れることで物質を爆弾性の物質に変化させることができる能力という、まあ爆弾的な、これも結構戦闘的な能力ですね。あれじゃないですけど、なんだデイダーじゃないですけど、まあ芸術は爆発だ的な、なんかちょっとそういう感じもちょっとあるような人物ですね。デイダー的なね、デイダー的なちょっと思想が強いような人物。、うん、でこの人もさっき言いましたけど、あのイシュバールの殲滅戦で、あの上層部から賢者の石を与えられて、その賢者の石っていうのがある限り、無限にこう錬成できるというか、いや透過交換でなんだろう、物がなくても生み出せちゃうみたいな、ね、そうですそうです。基本鋼の錬金術っていうのは、うん、あの透過交換ってやつで、その質量にはどんだけの代償が必要だよみたいな、それを生み出すにはってものなんですけど、賢者の石ってものがあればバンバンこう生み出せるっていうことがありまして、でこの賢者の石を使って石バーで殲滅戦バンバン爆発してたわけですね。でその石を気に入っちゃって、その石返したくないよってなって、そこら辺にいる軍の仲間とかも錬金術で爆発して殺しちゃったりしたんです。悪いやつだな。でそんな時にあのホムンクルスっていう敵の人たちに気に入られて、うん、でそっちの協力者になっちゃったんですよっていう話ですね。はいはいはい。でこのキンブリーさんは賢者の石を胃の中に隠していて、あの人間ポンプってできる人いいじゃないですか、2700の角さんもできますけど、うん、そうやって胃の中に隠していて出すことができるっていう、この口からね、うん、っていう人が、まあ、キンブリーさんで、有名なので言えばもう次がラストなんです。こんな少ないかって思いませんか。国家錬金術師そんなしかいないの。そうなんです。錬金術師の能力ってもっとあんのかと思ったら、うん、意外と炎と爆発みたいな。かもしくは出てないだけか、そういうガッツリドーンと。そうね、多分もっといるんでしょうけどね、多分いるんだろうけどね、いるんだろうけどってことか。で次が、まあ、あのティム・マルコーさんですね。はいはいはい、医者ね。あ、そうです。あのもうこの人もあのさっき小卓化タイプであの研究の人ですね、うんうんうん、で原作では出てないっぽいんですけど、結晶の錬金術師って呼ばれている人、まあ、本職は医療の研究者、うん、でまあこの人体についてすごい詳しいんですけど、なのであの軍から賢者の石の研究の第一人者として抜擢される、だから賢者の石にすごい関わった人物ってことですね。そうね、だからみんな最初このマルコを探すといいよみたいな感じでマルコを探したりして、うん、でまあ最後の最後までちょっと秘密握ってたというか、まあ秘密はそんなに握ってないんですけど、ちょっと重要な人でしたね。すんごい重要ではないですけど、ね、まあまあまあそんな、うん、言わないであげて。ちょっと重要な おじいちゃんみたいな、優しそうなね、はいはいはい、おじいちゃんって感じです。であと2人、名前だけ一応出てるのが、うん、鉄血の錬金術師、うん、バスクグランとジュリオ・コマンチさんっていう人は出てますね。どういう人だろう。一応ね顔は出てるんですけど、あのスカーが最初の方国家錬金術師連続殺人事件みたいなやってたの、うん、やってたんですよ、あの国家錬金術師団出て、でその中のリストみたいなのに入ってた人なんですね、一、うん、人バスクグランさんで、イシバールの戦争の過去編の時にほんのちょっと出てきましたよっていう、うんうんうん、はい、もう一人は白金の錬金術師ジュリオ・コマンチさん、この人もあれだ、イシバールの内乱で出ている人ですね。まあこの人はちょっと老人みたいな感じです、ちょっとっていうね。実はね、まああのゲームとかだと出てたりするんですけど、他の錬金術師実は出てんのは 1,2,3,4,5,6,7,8 人だけなんですよ。少ないね、意外とね。いやそれだ、僕もちょっとこれやろうと思って調べたらこんな少なくて結構意外でしたね、うん、なんかやっぱあれだね、どっちかというと軍の中にいる人たちがなんか錬金術師かなって思ってたけど、要はただの軍の人たちばっかりだったってことだよね。そう、僕もちょっとそれは思いましたね。軍人だったってことだよね、うん、で国家錬金術師だとなんかあれ、うん、階級がちょっとあるんだよね、確か相当なんとかどっかの位と相当しますよみたいな。あったよね、あるわ、少佐クラスの軍事的権限を持つ、ね、うん、なんかあんだよね。あー、そうかそうか、だからちょっと偉いちょっと上ですよみたいななんかもあったりしたよね、確か。そうです、だからあの踊り出しさせるんじゃないですけど、所轄は入れないけどあの室井さんが入れますよみたいなのができたりするんだね。階級のね、
そっか、軍人のさんが多かったね。はい、確かに。そうだ、軍人さん結構好きですから。いっぱいいるよね。ハボック、少尉とか、あの、ホークアイとか。だ、もしこの動画がいいって方がいいねいただけたら、ちょっとその辺もね、軍まとめとか。よかったらね。よかった。ホムンクルスまとめとか。はいはい。あ、ホムンクルスはね、気になるよね。うん、いろいろちょっとやりたいんで。とか、あそことこっちゃいないよね。あの、国家錬金術師とホムンクルスとみたいな。まあ、言うたらそこの戦いみたいなところある。うん、なりますね。チートだからさ、あっちは。はい。では、こんな感じでございます。ハガレンって、いろいろあるね。はい、ということで、今日も見てくれてありがとうございます。DJ チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。そうですね、次やるためにも、グッドボタンが多いですね。もしね、次やる場合は、グッドボタンいっぱいください。お待ちしてます。またやります。バイバイ。